武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は大分大学医学部医学科の物理の勉強について話していきたいと思います。まず物理、制限時間ですが、理科2科目で120分という形になっております。で、大問が3つですね、物理に関しては。で、こちらテーマとして、まあ、ちょっと注意が必要なのが、原子が年度によっては出ていることがありますので、まあ、原子を、ここを受ける場合には必ずやっておくように心がけてください。で、問題の難易度、としてはですね、まあ、大問の最後の方はそれなりに難しくはなりますが、とはいっても、マーチレベルや地方国公立の入試問題レベルちゃんと完璧にできていれば十分対応できるレベルです。なので、まあ、両門の風や、国公立標準問題集キャンパスなどをやっていけば、いいかとは思います。まあ、余裕があれば名門の森などやっても構いませんが、こちらに関しては、まあ、正直なくても十分戦えるとは思います。で、ただここの、特徴としてはですね、論述問題や、図グラフを書くような問題、出題されることがありますので、ただ問題を解けるだけじゃなくて、ちゃんとそういった部分の、技術力がないと、まあ、出た場合取りこぼす可能性が高いというところがあるので、そちらの対策をしっかりするように心がけましょう。で、一個一個の問題が割と文章が長く、その設問がそれに対して付随して多くなってはいますので、まあ、実験過程などをしっかり追ってですね、話の流れをちゃんと理解して、何を聞かれているのか、で、何をどうやってそれを求めればいいのか、で、その計算をミスらずちゃんと答え出せるか、で、記述などを要求された場合もしっかり答えられるか、こういった部分に目を向けて、まあ、総合力という部分ですね、答えが当たるだけではなくて、計算力、論述力、まあ、それらを含めて総合的に強化するように努めてください。以上が物理の勉強となります。